さあ時刻は午後2時を回りましたこの時間はギノワン健康情報番組いきいきライフをお届けいたします、えー、この番組はギノワン市民のリスナーの皆様が心も体も元気で、えー、健康な生活が送れるようギノワン司法ですねあるいは その専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくという番組です。お相手は FM 技能の山内です。皆さんよろしくお願いします。さて、えー、皆さん健康についていろんなことをやっている方が多いと思いますが、えー、一体全体どんなふうに過ごしておりますかどんな健康対策やってますか、えー、僕はですね、この月曜日、 えと9月3日ね月曜日からですね実は、この携帯にですねあのアプリがもともと入っていて iPhone だとねあのこれ何かなヘルスケアというアプリがあるんですがこれね歩いた歩数とかですねこのウォーキングした距離まあ歩いた距離ですね歩数そしてえ階段、上ったらですねその上った数というのが表示されます。 例えば、えーっと、僕が9月3日月曜日はですね、2.9キロ歩いております。そして歩数が4807歩、えー。階段、登った階段、回数ですね、回数、5回、5回登っているということですね。4807歩というのが、えー、出ております。これがですね、どれぐらいの目標 歩けばいいのかっていうのがですね、あの、ちょっとね、わからないんですけど、えっと、1万歩、1日1万歩ということなんですが、まあね、これ1万歩はちょっと無理じゃんって思いますが、えっとですね、僕は4800歩、そして、その火曜日ですね、あし、き 昨日がですね、えー、っと、なんぼだ、3873歩だそうです、はい。全然足りてないですね、こんなしてみたらね。で、あのー、まあ30代から59歳までは、えー、1日ですね、8200前後、えー、平均歩いているということですよ、日本人だと。まあね、この平均歩ければいいんじゃないかなと思うんですけど、 はいえー、ちなみに1日1万歩歩くと3 0 0カロリーが、えー、消費されるということですね。えー、1日1万歩歩くと3 0 0カロリーが消費され週に2 0 0 0カロリーの目標に達するということです、えー、ただ、今の日本人で1日1万歩歩いている人は男性で30%。 女性では20%ほどいないということですね。だからですね、9200歩男の場合男性の場合そして女性は8300歩歩きましょうということですよ。はい、9200歩そして女性は8200ということです。 なかなかね難しいですよねこの僕はねあの昨日おととい結構外歩き回ってねあの営業とか、まあ、打ち合わせとかやってたんですがそれでもねやっぱ4000くか行かないかちなみにこの前頭エイサーという会場に行ったこの土曜日が それでも7322歩4 5キロしか、えー、歩いていないということですね。7000歩ですよ。あんだけ動いて。だからね、やっぱりね、そのちゃんと歩かにはいかんなと思いますね。ただこれね、すごい、あのー、なんていうのかな、意識、改革というか、意識を高めることができます。だからね、僕もうこれで。 なんか無駄に歩いてますからね無駄にではないけど、はい、歩くようにしておりますさあ皆さん、えー、皆さんの健康に対する意識そして方法などなどあれば教えてください番組では健康福祉に関するさまざまな疑問質問ご意見なども募集しておりますメールアドレスが 797-fmgui-no-one.com でございます また FM ギノワンでは Ustream やツイキャス、サイマルラジオでネット配信も行っています。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができますよ。FM ギノワンのホームページや無料アプリリッスンラジオ、リスラジオをダウンロードして聴いてください。よろしくお願いします。えー、ギノワンヒルズ通り 海の見える素敵な景色の FM 技能案のスタジオからですねこのあと2時半まで生放送でお送りしていきますので皆さん最後までお付き合いくださいさあここで一曲お届けしましょう奥田民生で「e ジュライダー」 もしお時間あればコメントくださいこのアプリ便利ですよちょっとやってみたらいいと思いますけどねヘルスケアというアプリでございます今日がちなみに僕今までの歩数1281歩階段は3回上がってるねこれねなんかねもっともっと ちょっとですね、いろいろやれるみたいよこれ頑張ってこのえー、っと なんか、ね、このアプリ使いこなしたらいろいろできそうなんですけどね、ちょっと使いこなせていないな、よくわからないね。 僕らの自由を僕らは

お送りしたのは奥田民生で「イージュライダー」でしたさあ時刻は、えー、現在2時10分を回ったところでございますお送りしている番組、えー、FM 技能の健康情報番組「イキイキライフ」でございますさあ初めにですね、えー、この時間 司法技能案健康福祉大りからお知らせをお届けします、えー、まずはですね男性料理教室の受講生募集でございます基本的なあ料理の仕方や手間をかけず簡単においしく作れる料理実習を行うということですよ仲間と一緒に楽しく、えー、料理を作ってみませんかこれがですね技能案市内在住の男性となっております 日程が9月29日土曜日から10月20日土曜日となっております。全4回毎週土曜日10時から午後1時までとなっています。内容がですね、講和、調理実習、そして試食となっております。いいですね。場所が健康相談センター。ごめんなさい、保健相談センター。 場所ね、書かずにあります保険相談センターでございます実行、えー、料は全4回で1000円安いね1回250円でございます全4回で1000円となっております、えー、定員は16人定員に達し次第締め切りとさせていただきますので皆さんお早めに、えー、申し込んでみてください えー、申し込み期間8月27日月曜日から9月21日の金曜日となっております申し込み期間は9月21日金曜日までとなっております申し込み方法は電話または窓口で相談受付してください、えー、098-898-5583でございます 料理ね僕もできないですから、えー、やりたいな全4回毎週土曜日の全4回で、えー、1000円となっておりますので是非、えー、興味のある方お父さんもねあるいは、えー、若い人も、えー、申し込んでみてはいかがですかさあ、えー、続いて9月はですね食生活改善普及運動月間でございますすごいねこれ。 えー、紹介しましまょうね何ぞや食生活改善・普及運動というのは何ぞやということでございますが、えーでえー、厚生労働省では毎年9月1日から30日の1か月間を食生活改善・普及月間としております「食事を美味しくバランスよく」をテーマに野菜摂取量の増加あるいは食塩摂取量の減少 牛乳乳製品摂取量の増加を目標に取り組みを行っているということですこの機会に改めて自分自身や家族の食生活栄養バランスについて見つめ直してみませんかということです、えー、僕はですね醤油上空でございまして何にでも醤油かけるまたね醤油って魔法の調味料なんですよ何でもうまい合わないものってないんじゃないかなと思うぐらい 本当にあのー、合わないのって乳製品ぐらいじゃないそれでもチーズにはかろうじて合いますからね <laughs> かろうじてね <laughs> まあ食べれないこともないってぐらいですけどまあそれぐらいね魔法の調味料醤油でございますが僕はあの醤油大好きでね塩分高め でございますこれね気をつけないといけないですねさあ書いておりますよ美味しく減塩をするコツでございます薬味や香辛料を効かせるわさびや生姜胡椒や唐辛子などの薬味や香辛料を用いると味にメリハリがつきますなるほどそして、えー、酸味を効かせる レモンや柚子、酢などを利用して酸味を効かせると塩分控えめでも美味しくできますとのことですで汁物は具沢くさんにしましょう味噌汁やスープなどは野菜など具を多くすると汁の量が控えられ減塩になるとのことですさらにですね牛乳や乳製品を活用してみましょうということですね、えー、牛乳やヨーグルトで臭みを消しましょう 牛乳やヨーグルトに魚などをひ浸すことで臭みが消えるということですさらに粉料理にもヨーグルトを使いましょうピ,ジピザ生地やホットケーキミックスを使う時水の代わりにヨーグルトで溶くともちもちの生地になるとのことです知ってましたか皆さん、はいえー、さらにだしの代わりにミルク チャ蒸しや味噌汁のだしをミルクに置き換えることでコクが出て調味料を減らすことができるということですえー、味噌汁そうなんですかねマヨネーズの代わりにヨーグルトポテトサラダやタルタルソースを作るときマヨネーズを減らしてヨーグルトをプラスしましょうカロリーと塩分もダウンで一石二鳥となっております さあいかがでしょうか皆さんやってみませんかえー、牛乳乳製品を活用し減塩しましょうえー、僕もねもう醤油とおさらばしたいと思いますこの40年ぐらい40年行き過ぎか30年ぐらいは僕はもう僕と醤油はですね長く付き合っていましたもうまさにねまるで恋人のように付き合ってましたがちょっとねここでお別れをしたいと思います はいもう涙涙ですが僕は今日から醤油を醤油とお別れしますさよならということでえー、<laughs> 変な感じだねごめんなさいえっ、ー、とですね四方儀のワインより健康情報をお届けしましたさあ CM の後ですねえっ、ー、となんだっけ実は 上王者の公民館で行われている健康対策健康づくり教室の案内しますプラス10分8000歩プロジェクトということですそれでは CM ケンちゃんありがとうございますさすが じゃ8あ八千歩ってよ八千歩難しいよな8千歩1日歩きましょう何歩歩いてますか大体あのさ iPhone のアプリでヘルスケアというのがあるのでそれをダウンロードしてですねあのー、やると結構自分が歩いてないのが分かりますよ さあお送りしております、えー「FM 技能ワン健康情報番組イきイきライフ」でございますさあ後半はですねえー、っと上王者の取り組み上王者の公民館の えー、健康に対する取り組みを紹介していきたいんですがその前にコメント来ておりますよろしく、えー、ありがとうございます大塚健二さん、えー、何人でも会うからこそ肩は危険になるんでしょうね先ほどの塩分のお話ですね、えー、お酒も美味しいけど飲みすぎると抑絶とても厳しくなりますもんねということでそうですよねしかも疲れてる時に酒飲んだらやばいですからねはい、えー、気をつけましょう 何でもね取りすぎ、えー、行き過ぎは良くないということですねさあえっ、ー、とーそんな大塚健治さん若い時は質より量お腹を満たすためカップ麺2杯なんてザラだった今年に数えるほど年に数えるほどしか食べなくなったなということですね僕もね夜パッチナ食うともう本当に胃もたれしてますからね あのー、米食うとね胃もたれするからねやっぱ相当こうなんていうのかなー量も少なくなりましたねその大塚健二さんは、えー、車移動ばかり線歩も歩いてないだろうなということでぜひねこのアプリ、えー、活用するのをおすすめしますえっ、ー、とヘルスケアというアプリでございますはいやっぱねみんなで健康になって長生きしましょうえー しかもね、ただただ長生きするのではなく、この元気な、えー、っとね、元気な、元気で長生きというのがやっぱり理想ですから、はい。えー、よろしくお願いしますね。さて、えー、っとですね、他にね、ワンポケア,アプリってやっぱ充実してるんですよ。はい。こういったのをね、 あのー、やっていくといいんじゃないかなと思いますね僕もちょっとあのー、別で満腹入れてみようかなとだいたい無料なのでうんいいと思いますねはいさあえー、続いて上王者菜の、えー、取り組みについてお届けします上王者菜がですねなんと 健康づくりり教室を行っておりますこれでね、えー、宜野湾市の健康増進課と一緒にですね健康づくりに取り組むということですよ第1回が8月31日ということでもう終わっているんですが、えー、上王者の公民館の隣桜公園で正しいウォーキングと効果ということで、えー、もう終わりましたが そういった取り組みがされてましたそして第2回は9月15日今度の土曜日ですね午後4時から、えー、夕日と一緒にウォーキングアラハビーチから美浜,浜まで移動して大自然の中で健康づくりということですこれねいいですよなんと歩数計そしてスポーツタオルが配布されます9月15日土曜日、えー、午後4時から 夕日と一緒にウォーキングアラハビーチからハ浜までということです歩数計とスポーツタオルが無料で配られますのでぜひ皆さんこれねご活用していただければと思いますさらに第3回10月13日の土曜日午後5時、えー、上尾王者の公民館の隣桜公園で体育指導員栄養管理栄養士による効果を上げるウォーキングという、えー、これはセミナーなんだろう そういったものが行われます。さらにですね、えー、っと、さらにさらに、さらにさらに、ごめんなさい、さらにですね、えー、っと、第4回が11月17日の土曜日、えー、午後4時から同じく桜公園で、運動の効果体験と定着の勧めという、えー 講演が行われますこの全4回特にですねこの9月15日土曜日の、えー、ウォーキングはですね歩数計そしてスポーツタオルもらえますので参加してみてくださいこれでねやっぱりね、あのー、健康になりながらこういったね歩数計とか、まあ、意識も高められるということですので是非参加してください。 えー、9月15日参加希望の方は公民館までご連絡ください。えー、公民館の番号09889720438972043となります。ぜひねあの上王じ公民館にですね連絡して、えー、参加してみてください。 さあ、えー、大塚健二さん来てます健康で年重ねたいですね最低100とは公言してるけど暴飲はしてるだろうから抑えるようにしないとなということでぜひねそういった意識で抑えて皆さん楽しく長生きしましょう僕は今日、えー、長年連れ去ってきた相棒あるいは恋人のようなしょうゆさんとしょうゆとですねお別れすることになりました。 これは非常に僕にとって悲しい決断でございますがやはりね未来を歩いていきたい未来を見て人生を進みたいということでしょうゆさんさよなら来世また一緒になれたらいいねということではいお送りしてきました生き生きライフでございますが皆さんぜひねあのー、健康情報 そして健康に対する取り組み教えてくださいね、えー、また来週お送りしていきますお相手は FM 技能案の山内でしたそれでは皆さんまた来週さようならケんちゃんありがとうさすがメール職人コメント職人いや 醤油はしないですもうお別れしたんです僕は未来はないですあっ一 <laughs> 福堂さん終わっちゃったよ <laughs> また是非来週2時からまたやりますので聞いてくださーいありがとうございましたこのね下っ腹を減らしますよこれ これ。ほわかりますか。これを減らすために、僕はもう醤油さんとはお別れしました。